ゆっくりしていってね。ゆっくりがメトロで奔走、始まるよう。メトロラストライトのゆっくり実況になります。ちなみに初見です。このゲームの前作、メトロ2033はプレイ済みなので、そっちを実況しようと思いましたが、海外版なのでやめました。ちなみにこのゲームは発売日に買ったんだけど、その日になくして2週間くらい前に出てきたから実況を兼ねてプレイしていきます。もちろんニューゲームなんだけど、その前にオプションオプション。字幕の設定、まあ字幕はオンにしとこう。字幕言語はもちろん日本語、音声は英語でいいかな。ロシア語もあるのか、まあ今回は英語でやります。感度の設定は最高感度がいいね。まあ感度なんかなんでもいいんだけど早い方が個人的に好き。とか言いつつ、対人 FPS だと早いのと遅いのの中間くらいなんですけどね。Y 軸反転とか誰得設定だよ。これ何のためにあるのかよくわかんない。モード、オリジナルしか選べないな。ノーマルでいいか、ドヤ顔ハードコアでグダグダになるの回避しないと。ちょっと暗めがいいのかなこれ。暗すぎたら明るくしよう。さあやっと本当の始まりです。お待たせ。The Dark Ones came much later. From the garden's direction. The Dark Ones. Huge. Towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil.That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. 開始早々物騒だな。ダークワンって何のことだろう。犬かな。Well.I used to live nearby. Before the war, I mean, なんだこいつ、リアル黒ひげ危機一発的な、さすがロシア人。その手に持ってる木の棒で刺すのか、ケツに、いやなんでもないです。なんだなんだ、敵か、敵が来たのか、行くぞ黒ひげ、お前が先に行け、逃げるなよ。黒ひげ様子見に行けって、お前しかいないからマジで。あ、これゆっくりが行くパターンか。仕方ないな、パターンだしな。うわびっくりした、なんだなんだ。お前ら敵だったのかよ、よくも騙したな、これでも食らえ。どえらい化け物だな、歩く犬みたい。え、何が一体、どういうこっちゃ。ごめんとしか言えない、間違えて刺しちゃいました。マジごめん。ごめんね、ごめんねー。誰だこいつ、今倒したやつのお友達かな、フレンズかな、フレンズ。いやちょっと何するわー。アルティム、wake up アルティム。It's me, Khan. Nightmares, eh?夢か、なんて夢だったんだ。黒ひげのフレンズのフレンズに殺される夢なんて死んでもごめんだぜ。I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, before you launched the missile strike against them. Khan, how the hell did you get here? Get out, now! カーンさん、カーンカーンに怒られてるじゃん、ワロス。不法侵入でもしてんのか。そやカーンでもカーンカーンに怒られるわ。Now, Miller, but we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! そうだぞ、早く出てけ。ミラー大佐って誰だ。まあ誰でもいいか。あ。主人公の名前はアルチョムです。
これでも純日本人なんです。ドキュンネームですな。漢字は、愛に、流れるに、貯金の貯に、無限の無で、アルチョムです。アルチョム。はいはい、すべて嘘です。大嘘です。サーセン。今ライターとか無夫婦な本とか手に入れたけど、使い道はというと、セレクトボタンで展開、コンパスが行き先を示してくれるという素晴らしい代物なんです。迷った時に使えるね。おまけでクエストの内容まで書いてある。今はさっき言われた通り鏡に会いに行けばいいんだね。ここメトロ、元地下鉄なんだけど、地上は廃墟とかしてて人間は住めなくなっている設定です。放射能とかミュータントがあちらこちらにいるからね。怖い怖い。We must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. So, ここ敵やみたいだね。何隠れるらしい。もらえるものはいただいていこう。ガスマスクか。地上でこれは必須装備だな。There are hot spots down here in the metro, too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. おフィルターまでくれるのか。2個だけでもありがたやありがたや。Anything you need for survival in a stylish orange case. カロリーメイトもくれるのね。あーくそ。チーズかよ。よりによってなんでチーズなんだおい。Remember, your pay is in military grade rounds.Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage. But saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smart move. そう今もらったこれ、一見弾薬に見えますが、実は特殊な弾薬で、通常弾より威力が高い設定となってます。さらにこの特殊弾薬が通貨にもなるので、実際は戦闘で使うような弾ではないですね。もったいないし。このおっさんサービス良いな。武器の試し撃ちまでしてって良いとか、良い人だな。良い人は大体死ぬんだけどね。まあでも、持っていける武器ではないだろうからちょっと遊んだらやめようか。こういうスナイパー的な武器にはスコープは必須だな。出た AK、ロシアと言ったらお前だよな。おそらくメイン武器になると思う。カスタムとか色々できちゃうのか。まだ始めたばっかなのに。サイレンサーってどうなんだろう。人間には効果ありそうだけど、ミュータントとかに良さそうだしな。RPK、ブラックオプスで出てきたっけ。クソ武器だった記憶があるけど、このゲームはロシア補正がかかってきっと最強なはずだ。きっと。撃った感想。手応え皆無。すげえ弱そう。もういいや。直感でわかる。嘘でしたほう、これはなかなか。次は予定。やっぱ安定だな。実際してみてどうかは知らないけど。他の武器も少し使ってみるか。せっかくだし。AK にはサプレッサー装備してみよう。これでいいのかな。そしてサイトは外す。黄色くてちょっと見にくかったし。RPK、お前は残念だった。なんだこれ、バカマシンガンの相性とかいいのか悪いのか、バカマシンガンかわいい。危ない危ない。いつまで燃えてしまうぞあそこは。尺があるからな尺が。あまりゆっくりもしてられないのだよ。でかいマクロひげいなかった。気のせいか。いた気もするけど。なんだトラブルか。ゆっくりはこの先行きたいんだけどどいてくれないかね。そうかどっきなしか。仕方ない。悪く思うなよ。あれ、そういやこの二人、左側がカーンで右名前知らないけど、カーンに出てけとか言ってたやつだよな。仲直りしちゃった感じなのこれ。ああわかった。
青がカーンと二人っきりになりたくてあんなこと言ってたんだな。青気持ち悪いな。みんなに言いふらそう。っていうかさっきから会話多すぎて完全にゆっくりが邪魔してる感じなんだけど、どうなのこれ。ゲーム自体の音量下げるか、ゆっくり減らすか、どっちにしようかな。The things in D6 are like what the Conqueror took with him beyond the grave. Cold steel, and wild steel, and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts, or their own greed. Khan, will you shut up or what? 青酔いごと言った。そうだぞカーン、こっちの都合を考えてくれ。お前、人に黙れって言ったくせに。装備武器の一覧だね。上が弾薬で下が所持武器か。さっき試し撃ちで最後に装備した武器になってる。もっとちゃんと考えるべきだったかな。The Colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still have it. Alright, let's go. やっと着いたか。待ちくたびれたよ。We might control D6, but it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and crannies and exits. Still, I base the order dreamed of finding.兵隊チックな人がたくさんいるな。そういう区域なのかな。そういや、カーンとか青とかってどういう人間なんだろう。兵隊って感じではないし、あれかな。あれ、あれですよ。まああれってことにしておこう。そうだぞ、鏡大佐がゆっくりたちに用があるらしいから来てやったぜ。じゃあなお、来世で会おうぜ。ほら、行くぞカーン。The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring.更新とかなんの話だよ。お前絶対に電波だろ。さっきから会話おかしいし電波に違いないな。それになんだ、ゆっくりはダークワンと更新できる能力とか持ってないですし、妄想も大概にしてください。燃やすぞ。Fight for our lives in this new world will be devoured. It is the law of evolution. But...I would argue, the old laws no longer apply. もう話ばかりで飽きたよ。特にお前の電波はもういいから。Alright, Artyom. And you, God. こいつが鏡大佐か。偉そうだな。Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes.Luckily! Come, this is utter madness! The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced! Come, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the Greedy. Let him come with me. Alright. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best.Anna. Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. You idiot. You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness. For getting rid of the nightmares. じゃあな電波やろうカーン。お前の話は、しかと聞いてなかったぜ。任せとけ。Lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission, and get back here quickly. A war is coming, and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. そろそろ戦争ってなんだ。人間同士の戦争なのかなんなのか。Headshot.
このアンナっていうスナイパーが付き添いしてくれるらしい。まあ味方は多いに越したことないしな。助かるぜミラー大佐。あ、鏡大佐。Bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit.You don't shake hands with the devil. お前も何を言っているんだ。どいつもこいつもイカれてるな。さてと、さっきのミラーとカーンの話だと、ダークワンとかいう化け物をミサイルで一掃したはずなのに、カーンが生き残った一匹を見つけたという報告だったね。大佐はダークワンを殺せとアルチョムに命令して、カーンは捕まえろと言ってたな。カーンは共存とか通信がとかぶっ飛んだこと言ってたのに対して、大佐は完全に敵だから殺せって言ってたね。さて、どうしたらいいものか。TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a dark one there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started.ちなみに、ダークワン一層ミサイル発射したのはアルチョム本人です。前作のラストがミサイル発射して終わりました。今更ですが、本作はその1年後の話です。Trains were ordinary things, but now, this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things, and their kids will probably think this was built by the gods. 文明の崩壊か、この手のゲーム全部好きだけど、地上が廃墟とかミュータントとかだと最高に最高だね。誰も調査してないトンネルか、敵がいる可能性もあるってことだよな。いよいよ行動開始だ。それにしてもここに来るまで長かった。それも、カーンの電波話とかカーンの話とか青とカーンの話のせいだな。タイムイズマネーだよ。時間は無駄にできないからね。フラッシュライト、どれだ？ライターじゃねえかこれ、こっちか。Yeah, we'll need it. Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too.さっきから言ってるそのウサギって何なんだ。うなぎの間違いだと思うのだけど。さて、開けるぞ。スナイパー装備でこの通路戦闘とか突すなかよ。ショットガン使えや。っていうか、ダークワンがヤバい奴なら二人だけじゃなくてもっと大勢で行くべきじゃないの。ミラー大佐はバカなの。死ぬの、ただの鏡なの、一体何なの？ Alright, the map shows a collector entry point ahead. なんか出てくると思ってドキドキしてた。初見はこの緊張感が良いよね。Move, I'm following. ああ、扉はゆっくりが開けるのね。なるほど。あんなの顔まじまじ見たけど、何点にしよう。50点くらいか。それでも高い方かもな。くそ、逃したか。それにしても足早いな。あんなのが大群できたらおしまいだな。なんだかんだであれが第一村人。人じゃねえな。第一ミュータントだな。だからうなぎ。なんでもないです。Put your mask on. マスク装着命令来ました。治療ってことですね。やったー。いややっと引きこもり生活も終わりになります。次回、アルチョム、人生初のアルバイトに続く。あんなお前、今覗いたとか思ったの。そりゃ自意識過剰すぎじゃないですかね。まあ覗いたんですけどね、サーセン。
Give me a hand here. サーチローダー。今動画時間20分くらいだから、せっかくの初外景色が画質悪いのが悔やまれる。廃墟だ。良い景色でもないが、雰囲気は抜群だ。フラッシュライト消しとくか、明るいし。It'll sense you, or smell, or whatever the fuck they do, and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio contact. You're supposed to be immune to their... what? Influence? Well, I don't have your gift. その能力とかってカーンも言ってたけど何のことかさっぱり。Don't worry, I'll do it. Okay then, good luck. いや待て話がおかしい。狙撃ポイントに一緒には行かないのね。グッドラック。そうか、ゆっくりが探索ですか。そうですか、よし任せろ。一人の方が、いいもんね。バーカ、バーカ、あんなのバーカ。なんだ今の機械、前作でもあった気がするけどなんだったっけな。びっくりした、何踏んだんだ。気をつけないと。そんな高いところまで登ったのね。煙とバカはなんとやら。まあ一応エリートスナイパーらしいからね。いい狙撃位置なんだろう。うわ、出た。かなりいるね。シャッカンツエー。まだいるな。全滅させよう。ほら、かかってこいや。ちょっとまだ切りつけないぜ。切り出してみろや。大竹が AK、持ってきてよかった。結構エイムアシスト強いな。かなり楽だ。全部やったかな。初戦闘無事に終えたぜ。平気だぜ。ナイスファイトアンナ。さて、探索再開。目的は生存してるダークワンを捕まえるか殺すかすることだしな。こういう狭い道なら若干あればいけそう。さっき使った限りだとめっちゃ強そうこれ。マガジン数28のくせセミオートだし、殲滅力高すぎだろ。あれがダークワンか、しょうがない、殺しにかかるか。素晴らしいな、なんかダークワンってすげえ化け物想像してたけど予想外だな、なんか猿みたい。こんな時にフィルターの交換の時間か。なんてタイミングの悪い。もうちょっと頑張れよフィルター。よしオッケー。ダークワンはどこ行った？間違えた。ナイフか今の。透明にもなれるのか。それに当てても効いてないような気がするんだけど。お、ナイス、とどめもらうぜ。スナイパーもろで食らってピンピンしてるぜ。さすが化け物。やったか。あ、これフラグだ。
Guten Morgen! ここまでのご視聴、ありがとうございました。The creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a dark one. And it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just a baby. And I am sure that it recognized me and got scared. It also left me knocked out for some time. Just enough for me to get captured.Herr Sturmbannführer, these prisoners were captured at the Botanical Gardens. Seems like they were looking for something. These two are red. They refuse to speak. The third one looks like a ranger of the order. A mutant the size of a child was caught near him. It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See, two arms, two legs, 10 fingers.Don't you understand? I'm a Hansa citizen! Shut up! You're not in Hansa! Here, you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Science, you see. This is an outrage! I told you to stay still! Well? Let's see...318 millimeters by 302. Let's look it up in the table. Ah, congratulations. You're a mutant. No, no. To the garbage chute. A simple question. What was your mission in the gardens? Go to hell yourself, Nazi. I'm gonna count to three. One...Glory to the Red Line! Two... Long live Comrade Moskvin! Three! Please! Please, I'll talk! But away from the other side, they'll kill me if they hear, okay? Take this one to the second unit. Usually, Reich does not interfere with the Order's business. But here, we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it.So talk, or take a bullet to the brain. Get the officer! Hey, you! おお、ナイスファイト。死ぬかと思ったよ。いやいや、あのマフィアヅラメ、そういや前回の最後、ゆっくりの顔蹴ったのは誰だ。そいつだけは許さん。そう、ゆっくりごとアルテムはスパルタンという、いわば組織に入ってるらしいんだけど、この助けてくれた人はレッドライン所属なんだって、敵同士とか言ってる場合じゃないね今は、仲良くしようぜ。そうそう、協力が大事だ。ん?ちょっと、なになに、聞いてなかった。あーダストシュートね。そういえばそんなこと言ってたね。てかお前ライフル持ってんのかよ。人にナイフよこしてそやないぜ。奪い取ってやってもいいんだぜ。Let's get our asses out of this place. Then we'll go our separate ways. Huh? 装備はなくなってる。当然武器もなくなってる。ぐぬぬ。てか待て、逃げる気だな。See the pipes? This is the contingency plan. There's a rioter and escape that just opened the valve and turned the prison into one big gas chamber. Suki, sure learned from their predecessors. 収容施設か。核戦争で人類が滅びかけてるのにそれでも争い合ってるんだもんな。そんなものなのかね。Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but to see it with my own eyes.ほよもみんな解放してやろうぜ。まあそのガスとやら巻かれたらおしまいだけどさ。OK。I need you follow.Now keep it quiet or they'll guess everyone. お前こそ気が疲れるなよ。ゆっくりの影の薄さ、舐めない方がいいぜ。They are your best friend.
Okay, that, 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 that looks like we cleared it. 案外バレないもんだね。警備はめくらなのかな。それか寝てるとか。Блин, tough luck, didn't even budge, huh? Alright, we can't go through here, that we know. Okay, where do we go now? What if... Hey! Hey! Give me a lift, will you? なんかあんたなら一人でも楽しそうだね。よいしょっと、うわ表へ。あ、一応言っておくけど覗いてるわけじゃないです。そっち系じゃないんで大丈夫です。オーナイス。ダック、ダック、now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down. Don't make any sudden moves. Well, let's move. Carefully, huh? わかったけど、ぐしゃみでそう。あ、やばい。は、は。ふう、収まった。危ない危ない。Move!やっぱバレないもんだね。目見えてるのか本当に。この捕虜たちも捕虜たちで何も喋らないもんな。えらいえらい。ちゃんと後で解放してあげるからね。多分。Okay, you take the right one. I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Understand? Get to it. Don't start too soon, huh? Let's do it!ほうほう、殺すか気絶させるかか。まあ手始めに気絶させようかな。銃があれば風穴開けてやるんだけどな。近接でチブシャーはきついなし。めくら監視員め、くらえ。ははは、思い知ったか。さあ、こっちは終わったぜ。そこで千年殺しの構えとな。まさかお前。違うのか、千年殺しで気絶させると思ったんだが。よく周囲見なかったけど監視員は二人だけだったのか、人手不足なのかな、それとも余裕こいてるのか、まあ100人いたとしてもみんな気絶させるけどな。電球、これかな。ほう、こういうアクションもあるのか、意外と使う場面あるかもしれないな。サブタイトルはラストライトだけど、なんか関係あるのかな。ゲームの特徴が電球外せますとかだったら鼻で笑える。いやちょっとそれ逆にバレるだろ。暗くすればいいってもんじゃないと思うぞ。まあさすが目暗監視員、気にも留めてないな。どこかのゲノム兵より使えないことがはっきりわかった。これ、しっかり見張れや。こういう敵兵一人一人から特殊弾薬や通常弾薬が取れるゲームなので、死体物色はかなり大事になってくるね。まあ死体物色の時間が結構かかるので、時と場合でカットしたり早送りしたりします。てか何か聞こえるな。あまりよろしくない会話な気がする。It's too much for me alone. Just don't tell the Oberschaffure. よし、総長に会ったら告げ口しとこう。Well, well, why are you walking around here? It's just that our shift has ended. Then you have no further business here. Off to the barracks with you. Yes, Herr Oberschaffure. 総長に聞かれただろ今の。さすが総長、タイミング良いな。良いもの発見、スローイングナイフだろこれ、消音かつ一撃必殺、しかも拾って再利用可能ときた。どれどれ。やっぱりな、まあ短射程が弱点だけど、逆に遠距離まで届いたらそれはそれでバランスブレーカーだしね。あ、そこにも落ちてる、今武器ないし、これだけでもすごい心強い。今いたな。早速試してみようかな。うへへ、くらえ。つえー、こらい。奥の囚人ビビってる。助けに来たわけではないが敵じゃないから安心したまえ。
誰の声だこれ。捕虜の声かな。てかこいつら、捕虜なのか囚人なのかわからんな。どっちだろう。お、あれはあいつじゃないか。まだ名前知らない。殺人マシーンはお前だろ。こっちは気絶させたところあんた首切ったじゃねえか。どこにあるのそれ。あーこれか。そうせかすなって。ここが悪よかな。敵が出てきたらナイフで仕留めるか。いややっと様子見。三人とか来たら無理。おお、さすが殺戮マシーン。投げナイフで仕留めたな。ゆっくりが回収しちゃうもんね。ざまあ。おおマグナム、しかもサプレッサー付きか。ありがたやありがたや。なるほど、腕時計が青くなっている時はステルス度が低いってことね。了解了解。グレネードいいね。いろんな意味で弾けさせられるぜ。今援護って言ったよな。頼むよ。ゆっくりは節約派なんだからね。節約派、言い方変えればケチ。いや違う、ケチじゃないよ。節約派なだけだよ。ほら早速いるだろ。なんとかしてくれよ。ナイス。その投げナイフもらっちゃうからね。今なんかあった。サブマシンガンかこれ。もしかしてバカマシンガンとかいうやつじゃないか。あーやっぱりそうだ。まあバカでもなんでも武器ないときはありがたい。まあでも10発しかなかったからマグナム持ってた方がいいな。あーどうしようこれ。パッと見で3人おそらくもっといるだろうな。サプレッサーもどのくらい消音かわからないし撃つに撃てない。やっぱナイフの出番かな。ここにもいたのか。三人と思い込まなくてよかった。よし、まずはこいつから。バレてないね。大丈夫大丈夫。次はこいつだな。てか援護係どこ行ったんだよまったく。あ、やべ。焦った。バレてないのこれ。大丈夫か。目くらどころか耳もツンボなのか。じゃあ何を頼りるわ。ここにもいた。あいつは射殺するか。この距離だし。ヘッドショットは有効だねやっぱり。初弾で決められるとさらに良いんだけどね。ヘッドショット狙いすぎて胴体打った方が早く倒せる場合とかあるから、そういうことにならないように気をつけよう。やっぱバカマシンガンか。雑魚はこれ装備させられるんだな。お、RPK じゃないか。前に煽った気もするけどこういう時はそういうのはなしだよね。弾もあるし、使う時はこいつから撃ち切っちゃおう。そして今、初めてそこに敵がいることに気がつきました。バレなくてよかったって思った。もうあれだね、ここの警備員の質は地球上で最低かもね。いやお前今までどこいたんだよ。援護しろ援護。言った言葉には責任持たないとこうだぞ。痛そう。バカマシンガンがバカなことしてる。これから死体物色するのだけど、このゲームって落ちてる銃に入ってる残弾まで手に入れられるから、いちいち拾ってリロードしないといけないんですよね。とは言っても、たくさん手に入れられるわけじゃないからやらなくても良いと思うのだけど、性格上やらなくては気が済まないタイプなんです。すいません。そういうわけで、倒した敵は全員物色対象です。
この人めっちゃせかしてくる。弾なくなったら終わりなんだからね。わかるでしょう。そんじゃお先に。ここまでのご視聴、ありがとうございました。My escape from the Nazi prison could be entitled The enemy of my enemy is my friend. This friend's name is Pavel. He led a red recon team wiped out by the Nazis. I never liked communists much, but Pavel acted like a real hero. So, how are you, chuvak? All right?パベルっていうのかお前の名前は、ゆっくりはブエが発音できないので、ベ、に置き換えます。パベルね、よろしくパベル。今日記とかいう収集アイテム見つけたんだけど、読んでるとキリがないので読むのは省きます。あと、あれば疲労だけで収集はしていません。こんな感じで長いです。うわなんだこれ、敵だらけじゃないか。え、パベルまさかこの中突っていくの？無双シリーズでも厳しいと思うんだけど。There is medicine, and enough canned food to sustain the Reich for 100 years, and enough weapons for us to wipe the freaks and genetically impure from the face of the earth! こいつらは帝国か、武力で解決する集団なのね。このメトロニアとどれだけの派閥があるのだろうか。It's been seized and occupied by Sparta. Corrupt Hansa and the greedy raids are also bearing their... First to mature!What do you want? やばいバレたぞ。おい、さすがにこれは終わりだな。どうしよう、パベル。ねえ、どうしよう。うわ、マリカ、ちょっと待っておいてくなよ。いつかばちかだな。やるしかねえ。いやあ、逃げろよ。急いでるけど全力だぜこれ。マックスマックス。走って飛んでってまるで陸上ですな。そうかこれはスポーツなのか、銃弾よけ競争ってやつですね。パベルお前めっちゃ強くね、特殊部隊とかにでもいたのかって疑うレベル。アルチョム撃たれたの。被弾はしてないと思うよ。気持ちの問題かも。降参だと、そうはさせるか。ふはははは。後ろから来てるな。早く逃げないと。やっぱ来るのか。ほら RPK、お前の出番だぞ。くらえよ。やっぱ弱いよこれ、射撃レート低すぎじゃないか。 We pulled off the impossible. Now I have to inform the order that the Dark One is missing. Which means to acknowledge that I've failed my mission. But now, when he's down in the metro, I won't be able to find him alone. I have to get to the nearest neutral station and then to police. The order's HQ.Pavel will show me the way. Okay, looks like we lost him. Now we better head into the theater. There's nowhere else to go, huh? Chuvak. Are you alright, Chuvak? That's great. The armor works wonders. Shit! But they did. Hold on! Magica! Jet Coaster!いや逆に聞くけどこうなるって予想できなかったのパベルさんよ。見た目によらず脳筋なのかな。歩きか、まあいいよなんでも、一人じゃなければ。
We're still on Reich territory. Be careful. 帝国って勢力大きいのかな？あの兵隊の数だけ考えてもかなりいそうだけど、パベルが所属しているレッドラインとか、アルチョム所属のスパルタンとかはどうなんだろう。前作でも出てきた気がするけど忘れてしまったな。さっきからなんか読んでるけど少しくらい探索させてよね。てか革命って何の話だよ。初めて聞いたぞ。ゆっくりはレボリューションなんかしてる余裕ないです。脳筋な上にドジっ子ですか。一体何属性なんですかね。しかも捕まったのか。これはシャレにならんな。助けないといけないな。やばい、警備強化されたぞ。まあここの警備兵が気張ったところで、やっと普通以下の警備ができるようになるんだろうけど。そんなこと言っても来たら隠れるよね。はいはい、隠れんぼ隠れんぼ。This is a fucking mess. A communist rat found in our tunnels. He's not the one I'm worried about. Right. Who knows how many more of those bastards are lurking in the shadows? All I know is we'd better find them. See anything? Let's go check the dead end out while we're at it. Just to make sure. ほう、お前らでもまともなやついるんだな。異常なしで帰るかと思ったぜ。二人か、やるしかねえな。かくれんぼの次は、命を懸けただるまさんが転んだだな。さっきからスリル満点だ。さあさあ振り向くなよ。だるまさんが殴った。気絶で勘弁してやる。やっぱバレないか。へへへ、背中にひと突き。てかなんだこれ、マグナム的な銃かな。一発か。まあどんなもんか試してみたいけどまた今度。サプレッサーマグナムのが貴重だね。いやー、敵がたくさんいることで、どうしようこれ。バレずに抜けられそうにないけど、ドンパチはしたくないし、もうパベル置いて帰ろうかな。パベル、すまぬ、すまぬ、レッドラインには勇敢に死んでったと伝えておくぜ。いやどうすんのこれ。ここにいてもトイレ行きたくなったら終わりだし、いつまでも悩んでられないんだけど。よし、決めた。バレないか。そうかそうか。なら調子乗っちゃうもんね。なんか化け物について話してるな。いろいろな化け物がいるんだな。そうだ忘れてた。腕時計が青く光っている時はバレやすいんだっけ。基本だなこれは。しっかり覚えとかないと。あの上にいるやつが怖いんだよな。厄介な場所だ。あ、バレたかも。やるしかねえ。うえ、さすがに気がついたか。頭隠さないと撃ち抜いちゃうよ。お前も同じ。ガラス割れたのに気にしてないの。精度いいなこの銃。近距離だからなのか知らないけどよく当たる。ガラス割ったのに動きがないな。アホすぎるぜー。まあこっちとしては助かるんだけどさ。あの家の中にいるやつもやってしまおう。運よくバレてないみたいだし。おっと二人か。しかもバレた。くそー。精度だけじゃなくて威力も高いのね。初期武器なのにめっちゃ使える。さてと、奥に敵がいるけど気がついてないから収集タイム始めちゃおうかな。
いやいや、良い武器めっちゃ手に入った。一気に戦力強化だぜ。さっきの一発マグナム拾ったから使ってみるよ。うんと、もう一度。確かに頭当てたぞ。死んでないのか。なんだこれ。なんだあいつ無敵かよ。やっぱ生きてるよな。サイト付きバカマシンガンの出番だ。バカでも敵倒せるだけ偉いよ。強そうに見せかけて弱かったマグナムより良いじゃないか。まあ実はあれマグナムじゃなくて、ショットガンなんだけどね。気がついたのは次のパートです。そして再び収集タイム。大量の敵を倒した後は宝の山ですな。おやおや、寝てる場合じゃないですよ。永眠してください。なんだこいつ、華麗に避けやがって。しかも動揺してないぞ。ゆっくりが来ること知ってたかのようだ。しょうがない、気絶だな。一度死を回避した人間を殺すことなどゆっくりにはできないよ。すげえ格好だな。誘ってんのかこいつ。いや、あなたは呼んでません。絶対呼ばないです。間違って呼んでも来ないでください。危ない危ない。あまりこういうのやると変なイメージで定着しちゃうからね。知ってますよ、自重って言葉ですよね。さてさて、このステージももう終わりか。ステルスって面白いね。バレるかバレないかの緊張感が特に。迷ったらコンパスがあるんだよね。忘れがちだなこれ。雲でかい。気持ち悪い。ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート4。Pavel's almost certainly going to hang. Who knows? What would have happened to me had he not released me? Red, blue, yellow. What difference does that make? He risked his life for me. You don't get that much in the metro. I can't just walk away on him. はい、前回からの続きです。パベルを助けないといけないね。前に助けてもらったから恩返しをしないといけないな。あらあらパベルさん、そんなところにいたのね。アルツォーム !Shit! I knew you wouldn't abandon me. I knew it. You're a true comrade. I'm in your debt for life. Now get me out of here and I'll lead you home in no time. 助けてやるから早くこっち来いよ。So that can make for me! Can I take me to the noose?任せろ、そうはさせん。Come on, get your ass out here, you fucking commie rat. あー、くそー、もうダメだな。こうなったらゆっくりだけでも助からないと。前回の戦闘で、サイトのついた武器とか、弾とかたくさん手に入れられたからちょっと強気だよ。まあでも、後々思ったことなんだけど、このサイト見にくくてむしろない方がいいというね。じゃあなんで拾ったのって話になるけど、
拾った時は新鮮さに負けてしまっただけだよ。敵がたくさんいるな。まあステルスステルス。拷問中なのかな。見張りもろくにできないくせに拷問とかできるのかね。まあでも殴るだけなら簡単か。ここでゆっくりは気がつく。サプレッサー付きマグナムを捨ててきたことに。忘れよう。あれは昔の話だ。今は今、過去は過去。うん、そうだ。おや、なんだなんだ。Shit. They're getting on my nerves already. Will you go talk to them? 天子の時間か。ザル警備でもそういうことはしてるのね。まあ天子で人数が少なくなっているうちに片付けてしまおう。まずは貴様からだ。てこいつが天子に行くやつじゃねえのか。ミスった。なんだこいつ、踊ってる場合じゃねえぞ。死ね、死ねじゃなくて死ね。よし死んだな。あと何人いるかな。ここから先明るい指導しようか。あそこがさっき拷問的なことしてた場所だよな。そうなると3人くらいいるか。こっちから上行けるしこっち行こう。上にも見張りいるかもしれないしね。うわなんだよびっくりした。電気消すのが遅かったのかな。なんかあれだな。上行くの怖くなってきた。やっぱこっちにしました。あぶねあぶね。この男は過ぎだな。セーフじゃなかったのか。バレてしまった。まだ見つかってないけど探し回っているな。どうしよう。でも今行ったらバレるよな。うんでも、いや今じゃない。待て、いやもうちょっと。あそこに敵がいるな。こっちに来るなよ。早く普通の警備体制にしろや。しつこいぞ。いい加減にしろ。こっちもな。仕事でやってんだよ。邪魔しないでくれ頼むマジで。もう行くしかないな。こいつら以外と粘りっこい。しつこい奴は嫌われちゃうぞ。あ、エレベーター。違うエレベーター。うわ急にバレた。オラオラオラ全員かかってこいや。帰り討ちにしてやるぜ。バカマシンガンサイトなしにしといてよかった。やっぱりこっちのが見やすい。30発撃ったのに一人も倒せてないぞ。さすがにそれはいかんだろ。何これ強い。やっぱマグナムと交換して正解だったな。サイトも見やすいタイプのがついてるし。あいつで最後かな。さてさて、物色タイムといきますか。いろいろ考えた結果、やっぱサイトのにしました。おや、なんだサボりか。バカマシンガンにサプレッサーついてるの持ってるじゃないか。助けてやるからよこせ。やっぱり助けてやろう。まあでもこれでやっぱ嘘でいす。とかやってきたらただじゃおかないからな。
その心配はなさそうだな。本気で帝国に嫌気がさしてる感じだな。暗視サイトか。いいものもらったな。サプレッサー付きだしマズルフラッシュも気にならなそうだ。おい誰だ余計なこと言ったやつ。それに警戒中でも銃持ってなかったやついるのに驚きだわ。緊張感のないやつらめ。覚悟しておけ。全滅させてやるからな。話してたのはあいつらか。三人だけなら今すぐやれそうだけど、他の奴にバレたら面倒だな。バレるまでステルス、バレたら隠れててもステルスとは言えないよね。バレてるわけだし。これに気がつかないのか、さすがとしか言えないな。こっちに一人行ったからそいつ先にやってしまおう。上手聞いた。気がつかなかった。お前も気がつかなかったのが運の尽きだな。この通路先におしゃべり三人組がいるはずだ。誰かこっち来てる。もしかしてさっき歩いてたやつか。もうやるしかねえな。あーくそ、おしゃべり三人組にもバレてしまったか。そしてステルス終了だな。めっちゃ見やすいなこれ。あっという間に倒せてしまった。おっと増援か。やっぱバレると良いことないな。え、まさかのスルー。まあいいや、奥のやつも気がついてないね。うわアホだあいつ。勝手に車線上に入ってくるとかどんだけ M なんだよ。しかも狙ってたやつより先に死ぬ始末だし。てか硬いな。初めから頭狙っとけばよかった。防弾スーツでも着てるのかね。やっとか。あともう一人いた気がするけどどこ行ったのかな。まあいいや、収集はスキップ。倒した敵の数だけ物色するから時間がかかってしまうね。早送りバスカでもあれだし、その辺の節度が難しいな。そういやカロリーメイト一回も使ったことないな。それにこの手の自動回復のゲームに、回復アイテムあるのが珍しいよね。また三人か、おしゃべりするやつは三人って相場が決まっているのかな。ああ難しいなこれ。どうしようか。何しても見つかる気がする。もしかしてパベルのことかな。まだ生きてるとしたら助けないと。とっくに死んでると思ったよ。ごめんねパベル。In your dreams, the moose is already with you. What good is watching a guy hang anyway, huh? Jiggling with peace flowing down his legs. But what happened to this guy? It's good for morale. And it tightens discipline. Fuck that. Let's play cards. A bullet ahead. かけか。ゆっくりも混ぜてほしいけど、どうせ出て行ったら撃つんでしょ。知ってるよそんなこと。まあいいさ。賭け金なしでお前らから全て奪ってやるぜ。グヘヘヘヘヘ。バレると思ったけど、バレなかったのかこれ。なんてラッキーな。電気打ったら壊れるのか。直接止めないといけないと思ったけど、この方法で地味に暗くしていけるのか。それに、暗くなってもこいつら気がつかないと思うし。嘘だろ頭打ったのに死なないのかよ。屈強すぎるってレベルじゃねえぞ。
そして結局バレてしまった。こういう運命だったのか。それにしてもこれ本当に強いな。バシバシ当てていけるから簡単に倒せてしまう。何の音だ。なんだこの音。バカマシンガンからか。まさか熱のせいか。これがバカマシンガンと言われるゆえんだな。ああまだこれがショットガンって気がついていません。気がつくまでもう少しです。ショットガンと気がつかずに撃ってたからマジで使い道なんだろうと思っていました。マガジンのところがきちんとショットシェルになっているのだけど、思い込みでマグナムガン使うと思ってたから余計に気がつかなかったと言い訳してみます。こんな言い訳で、言い訳。オットバが凍りついて BGM すら黙ってしまったようだ。はい、また収集なのでスキップしました。うわ、なんだよ、そんなとこいるのか。変な音してたけど原因はお前だったのか。そしてこれがショットガンだと気がついた瞬間です。はい、これで一段落です。結構カットしたように思えても収集だけなので大丈夫だと思います。なんかよくわからんけど電源を入れて、何の電源が入ったのかわからない。何もないか。まあ今持っている武器でもいい装備な気がするし、なんだかんだでまだ初めの方だからね。そうそう、新武器は手に入らないよね。なんだ酔っ払いか。ウォッカでも飲んだのかな。うわ、なんだよ、全然気がつかなかった。しかもパベルの処刑場がこの近くみたい。早く見に行かないと。じゃなくて助けに行かないと。パベルー、助けに来たぞ。っていうかアンチスコープのバカマシ捨ててきちゃった。うわー。どうすんのこれ。あ、こっちか。大丈夫か。大丈夫なら早く逃げるぞ。またしてすまなかったな。でもヒーローとはこういうタイミングで来るものだからな。ふははは。は、いやーしかし、アンチスコープ付きのなんで捨ててきたかな。マジで後悔してる。サプレッサーついてるだけよしとするか。そう思い込もう。さて行くか。てなんだこれ、パベルてめえ置いて行ったらただじゃすまねえぞクソゴラー。ありがとう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート5。I dragged Pavel out of the noose, and he says he's going to take me as close to police as possible. Then I'll contact the order and report on everything that has happened. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before, and without my new friend, I'd probably be completely lost. I hope he knows the way.That's the way to do it, bro! Just like the three musketeers, if there were two of them. You ever read the book? Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to be a boss. You can be D'Artagnan, huh? Alright, we're short on time. We go to theater from here, then you off to police. I head back home to the red line. 三重死みたいだな、二人しかいないけど。てぃな、そのノリ。死にかけたのに元気そうだな。Not a good sign. あれだけ派手なことしたのに追ってなしか。確かに嫌な予感がする。何も見えなかった。おや、T
帝国の無線かな。クソこいつら照明落とす気だな。暗いといろいろヤバいことになりそうだが、こう暗くされるとヘッドライトだけが頼りか。ゆっくり敵には戻って帝国壊滅させてもいいんだぜ。どうするパベルよ。やつらって誰よ。銃は効かないけど光に弱い。アランウェイクの敵みたいだな。一体どんな敵なのだろう。充電器ってどれだっけ。あーこれか。っていうかこれ充電器だったのか。Looks like they blew the tunnel up. Now, maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. そんなに待て待て言わなくても一回言えばわかるよ。まあ、散歩歩けば忘れるけどな。そんで何の話だったっけ。まあ何でもいいか。地下に行くのね。すげえ行きたくないけど行くしかないよね。パベル先に行けって、早く行けよ。代わりと言っちゃあれだけど、照明だけはしっかりやっといてやるぜ。まあ地下というか、そういや今いるところが地下だったな。There must be bigger beasts around. チワク、be careful not to wake them up. 何がいるって言うんだ、蜘蛛のでかいやつか。They're close! Wait, Artyom, don't rush! Careful here.何したらいいの？ゆっくりは黙っているよ。ああ、そういえば今更なんだけど、このチャプターやる前にチャプター1やったらデータ上書きしちゃって、このステージは初見なのだけど、持っている武器は前回の終わりと変わっています。バカマシもサプレッサーついてないしね、代わりにストック付きだよ。さっきから周りが騒がしいな。化け物が近くにいるのか。怖い怖い。電気落とされているのにエレベーターは動くのね。ああ、発電機か。なるほど。っていうかなんか画面赤くね。何これ。なんだこや。気持ち悪い。本当にせかすの好きだな。数秒も待てないのかお前は。知らねえよ。どうしよう。動いた。発電機の調子が悪いのかな。あ、さっき赤かったのはこのライトのせいかな。ホコリとかでああ見えたのかも。え、なになに、また止まったの。大丈夫かこれ。あれじゃね、重量オーバー。パベルお前、降りろよ。これだけ音立ててればそやどこぞの無能兵でも気がつきますわ。なんかいたな。あれが噂の光に弱いやつか。うわ、出たキモい。ライト開けてるぞ。聞いてるのかわかんねえ。だからお前を利用して、そうすれば動くから。なんだよ、撃った方が早いじゃねえか。パベルてめえ嘘つきやがったな。マジで降りろや。OK, Artyom.If we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. なんだかよくわかんないけどライト当てながら撃てばいいんだろ。任せとけ。うわ、びっくりした。いやいや、これ以外ときついな。上から落ちてくるとか。思い知ったかってお前。まあいいや、ゆっくりは何も言わないよ。いまいちライト当てても効果感じないんだよな。ライト当てている間に攻撃されそうでついつい撃ってしまう。どっから来てもおかしくないな。人間より厄介な相手だなこや。落ちたら終わりだな。パベル先行ってね。さすが、先に行って足が崩れても嫌だからね。
おっとこれは、ジャンプじゃ無理そうだな。戻れそうもないけど、どうしようか。クソもうこんな時に限って。あ、こんなところに死体が、今までもあったのかな。気がつかなかったけど、うわどっから出てきたのこいつ。ライト仕事しろ、戦力足りなくなっているのかな。パベル状況を見ろ、もっと優先すべきことがあるはずだ。そう、死体の物色だ。この武器二つもいらないよね。相談数一発だから使い勝手悪いし。死ぬ死ぬ。お、今ライト効いた気がする。電力も十分あるな。なんだろう、正面からだと効果あるのかな。ほら頑張れそれ使って向こうに渡るのね。もちろんパベル先ね。おーやるじゃねえか。さあ次はゆっくりの番だね。それちょうだい。ゲームだからあれだけど、今のって実際すげえ怖いと思う。ほらくらえ、ライトがどう。おおすげえ、魔法使いにでもなった気分だな。オラオラオラふはははは、思い知った加害中たちよ。これが魔法だよ魔法。こいつらは魔法が使えなかったのか、かわいそうに、ナムナム。急げ急げ。おっとわー。ほう、思い知ったか化け物め。こんなところ嫌だ、さっさとずらかりたいぜ。なんだこいつ、ライトがつかないのか。個体差もあるのかな。そんなこだわっている感じしないけど。行くぞってどこへ。うわいやー。パベルの強引さには目を見張るものがあるな。脳筋だし仕方ないか。はいはい行きますよ。行かないと早くしろとか言われるのがオチですし。やばい来てる。あそこに光がある逃げろ逃げろ。安全。そうですか。まあ安全ですよね、ここは。他に比べて。まああの化け物が来ないだけいいか。光がありがたく感じるとはな。松明、確かにあると便利そうだね。それにしても、いつになったらここ抜けられるのかな。さあ行こうか。ゆっくりの分も作ってくれると嬉しかったんだけどな。それに気がつく脳筋なんかいないもんね。期待はしていないよ。松明めっちゃ楽しそう。ゆっくりはこれの充電をキコキコしてるだけだったのに、パベルは楽しんじゃってまった。Hey, look, D'Artagnan. You've got the light. If you follow the wires, there should be a fuse box somewhere. Used to power the gate, but the battery is surely dead now. When you find it, attach your charger to it. Then we'll try to open the door, okay? そうか、こう言いたいんだな。この扉電気来てなくて開かないんだけど、ここで一人見張ってないとなんかあれだし、俺見張ってるからちょっとお前行ってきてよ。この電線たどれば電源あると思うからさ。じゃあよろしく。そういうことだろ。っていうかこの後に及んでも急げとか言うのね。いえさあ、急ぎますよはいはい。ああいやだな絶対あの化け物出るじゃん。魔法かっこライトに頼るしかないな。この妙に静かなのが逆に怖かったりする。一応ホラー要素もあるからかな。ほらほら出てくるなら出てこいや。こっちは魔法かっこライトがあるんだぜ。あ、
死体だ。すごく、物色したいです。我慢できない。日記なんかいらないよ。ホラ玉とかまともなショットガンとかそういうのが欲しい。カロリーメイトか、5個しか持てないからな。使うときは一気に使いそうな予感。うわ出たな。ほらほらどんどんかかってこいや。化け物だろうが返り討ちだぜ。あ、ランタン、光、違う、早くつけようよ。いえいえ、これでこの一角は安全地帯だな。弾もあるじゃないか。まあ残念なことにショットシェルはあまり余っているんだよね。ちょっとあいつらと遊んでやるか。ガチャガチャ音もするし、どっかにいるだろうし、そこにいたか。逃げるの早いな。なんか逆に可愛く見えてきた。よしよし、ここが電源だな。さっさと電気をつけてしまおう。どれが電源番だ。こっちは来た方だよな。これか。違うな、消耗品か。難易度のせいかもしれないけど、本当によく手に入るね。あー、こっちが電源ね。よいしょっと。こっちの照明はなしか。まあこれで電子ロックは外れただろう。ほら、パベル行ってきてやったぞ。扉開いただろ。やっと外出れるのかな。Follow me.ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート6。 We're almost at the theater now. The metro entrance should be pretty close. But however small the distance is, we'll have to cover it on the surface. And there, every step you take could well be your last.Чувак, we're here. Pull yourself together. We don't have long before nightfall, okay? Okay, with the tunnel collapsed, the only way to reach the escalator down to theater station is cross the surface. And trust me, we don't want to be caught out here in the fucking dark. ついに地上か。しかし地下以上に危険な化け物がいる場所でもあるんだよな。Rangers probably, I don't know. レンジャーが住んでたって、誰かの隠れ家だったってことか。おお、ガスマスク、外に行くなら必須だよなこれ。フィルターはレンジャーが持って行ったんじゃないのか。まあマスクがあっただけよしとしようよ。5分しか持たないのか。思っている以上にシビアだな。銃が効かない奴ならさっきまで相手にしてきたじゃないか。まあそいつにはライトが効いたけどな。でも地上にいる奴は光にも耐性あるだろうな。光が見える。自然の光。うわ眩しい。Whoa, that's impressive. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire.
The building where it crashed. That's the entrance to the theater. The ice is thawing up here. It's almost... Maybe we'll live to see the summer. 本当に壊滅しているな。とてもじゃないけど人が住むのは無理だ。向こう側の天気悪いのかな。すげえ雲だ。あれあれ、せっかく天気が良かったのにもう曇りか。曇りじゃないな、こりゃ嵐だな。よお前は。雨か、大雨だな。せっかくの外出なのにあまり歓迎されてない感じだ。まあ目的地のメトロはすぐ近くみたいだし、急いで向かおうか。ビルとか崩れてきそう。それにところどころ汚染もあるのね。了解了解。まあ治療すべて汚染されてるらしいけど、即死レベルの放射線ゾーンとか特に注意しないとね。そんなところあるか知らないけど。ゆっくりはパベルの後ろついていくつもりだから、最悪一回だけなら避けれるな。さっきまでの光はどこへ行ってしまったのか。治療でもヘッドライトが頼りとな。ああそうか。フィルターのことも気にしておかないとな。戦闘中とかにフィルター切れても色々困るだろうし。早め早めかつ無駄のないようはなんだよキモい。マスク越しについていたのか。いやー気持ち悪いなー。お、マスク本体の交換してみるか。さっきのちょっと割れてたけどこれ新品見たく綺麗だ。視界良好、アルチョム、準備完了です。パベルの面もしかして何か話してた。どこどこ？え、わざわざこんなところ行かなくても良いじゃん。ああもう仕方ない。ちょっと見てくるよ。人かこれ、骨だけ残ってるのか。上からドーンでバーンってきそうな感じ。ああやだやだ。ほらなんか聞こえたぞ今。オーランタン。あれ、なんかあるぞ。ダブルバレルのショットガンじゃないかこれ。いやったー。いや、なんだよ一体。いやー。いやー。しねー。なんだこいつ、いつからいたんだよ。今までで一番死にかけたぞ。ショットガン手に入れた代償がこれか。あれ、マグナムがないぞ。ショットガンと交換したんだっけ？こっちのがいらないから、マグナムー、出ておいでー。あれ、恥ずかしがらなくていいんだよー。出てきなさい。え、マジでなくなったの？いやいやいや。待て、あの時ゆっくりがしたこと。そういえば、何も言い返せない。あ、あった。ああそうだ、ここに置いたんだった。まあ正直置いたかどうか忘れたけど、ここにあるっていうことはここに置いたってことだろう。ああ、エイムないのかこれ。両トリガーが射撃ボタンになるのね。お前そこにいたなら音くらい聞こえただろ。助けに来てくれてもいいんだぜ。こいつさっき倒したやつじゃないのか、ウォッチメンっていうのか。嫌な予感どころかもうダメな状況だよこれ。やり過ごせたのか。見つかってたらどうなってたことやら。まあゆっくりにはショットガンがあるから大丈夫だけど、パベルは無理だよね。ははは。あーこれが例の墜落した飛行機ね。おい手伝えよ。
moving. 窓から入れなかったのかな。いけそうな気もするけど。天気も良くなってきたか。入れ替わりが激しいな。Okay, let's go. One ranger told me this was a flight from Mallorca. Yeah. Wasn't meant to be. なんだろう。なんか変だ。I feel... I don't know, I feel... weird. Chuck, are you seeing this shit too? Artyom, what is this? あれって何？何も見えないけど。Shoba yo! Look! They're alive! え、何言ってるの？落ち着けって。慌てるなって言ったのパベルでしょ。これってさ、ここで死んだ人の呪いじゃないけど、そういう類のかな。外して息ができないとか命を懸けたボケやってる場合じゃねえぞ。おいおい頼むぜ。っていうか今の核ミサイル撃った結果ってやつか。それにしてもああいうのちょっときついよな。ゲームだからあれだけど、なんだか現実味あって嫌だな。ほらここの人たち搭乗者でしょ。そこの二人はパイロットだろうし。ここの人たちは窒息で死んだんじゃないけどね。放射線だよ放射線。うんそれがいいと思う。うお、今度はなんだ。なんかヤバそうなの出てきたな。よっしゃ。今日の晩飯は決まりだな、パベル。やってやろうぜ。当たってんのか、これ。まあいいや、撃ちまくれー。うわ、ちょっと、ゆっくり空飛んでるんだけど。パベル、ゆっくり飛んでるぞ。うへ、畜生晩飯め、やりやがったな。あー、瀕死じゃねえか。晩飯には逃げられるわ、晩飯に殺されかけるわで災難だな。畜生晩飯め、許さんぞ。さあ盛り上がってまいりました。嵐が来るってことはウォッチメンが来るんだよな。パベルさっきそう言ってたし。あーやっぱりね。さあやってやろうじゃないか。晩飯はデーモンからこいつらにシフトだ。うん死なないな。ショットガンが弱いのか、晩飯が硬いのか、どっちなんだ。硬いご飯なんて食べたくないからミンチにしてやるでー。あ、でもなゆっくり、大丈夫。こいつらはただの晩飯だ。ちょっと凶暴なだけだ。お、落ち着け。相手は所詮晩飯だ。そうにしてもちょっと数が多くないですかね。
ノーマルだからいいけど、ハードコアとかだとクリアできんのかこれ。よかったノーマルにして。逃げよう逃げよう。早く逃げよう。この声まさか。出てこい。次は逃がさんぞ。こんな足音聞こえたっけ。別のヤバそうなやつとかじゃないだろうな。さあ来いパベル。早く逃げるぞ。これさっきの飛行機か。うわたくさん来たな。やばい角はやばいって、角に追い込むのはずるいぞ。さあカロリーメイト、ついに出番だぞ。なんか回復したかわからないけど、初カロリーメイトの出番あっけなかったな。ここが入り口か、やっとたどり着いたか。まだ追ってくるのか、ここまで来て死んでたまるか。早開けてこの扉、行き止まりだよ、やばいよ。うわ、壁にめり込んだ。おお、ありがとう。っていうかあなた誰だ。あー、いたのか、助かった。うっそー、完全にオブスはじゃないですか。やってしまえー。無事助かった。メトロの戦士といい、パベルといい、ナイスファイト。ぶっちゅぶ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート7。Our short visit to Dead Moscow, the phantom of the past, is over. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as real partners now. You can't survive the wastelands any other way. But now ahead of us lies a populated station, the theater. It's very close to police. If Pavel manages to lead me through the red line guard posts,I'll be home in less than an hour. Okay, come on in. Sorry about that. Dangerous times, right? We're going up soon. Are there many watchmen around? We were lucky to get here. Okay, there's a nest in the building by the wrecked plane. I wonder if it's such a bad dream today. Oh, you want a nightmare? Well, it's waiting for you up there.No sense going with just three men. レッドラインの人たちなのか。本来スパルタンとは敵同士の派閥なんだっけ。敵でも助けてくれるなんてありがたやありがたや。そういや火炎放射器凄まじかったな。ウォッチメンたちが一瞬で炭になるくらいだし。ほう、これくれたら嬉しいんだけどなぁ。くれないかなぁ。欲しいなぁ。まあいいよ、くれないなら自力で見つけるから。So, that's our plan. The station next to this one is Revolution Square. One of ours. Red. And Revolution is spitting distance to police. So, I, as a good communist, which I am, will vouch for you. They'll have to let you through. And you'll be home in no time. What do you think? Are you the one they just told us about? Yes, we are. Great. Come in then.おーなんという優しさ。いっそのことスパルタンの情報を流してレッドラインに願えろうかな。みんな見かけによらず良い人たちなのね。やっぱメトロはどこも似ているな。ここは銃弾とか撃ってくれるところか。投擲武器って投げナイフしか使ってない気がする。手榴弾とかそれなりに強そうだけど。焼夷グレネード、こんなものもあるのか。弾丸にも余裕あるんだよな。しっかりと収集していれば。疲労分だけで十分だからね。
何の弾だこれ、スチールボールってなんぞ。じゃあな、買うふりして冷やかしだけで済まなかったな。まあもともと買う気もなかったけどな。ここは武器屋か。武器も武器でショットガン手に入れたから十分な装備なんだよね。危ない危ない、売るところだった。お、なんだこれ、初めて見た。ディファールっていうのか。ディファールなら収納すっきり。あ、取っ手がない。しかもワンタッチで。あ、取っ手がついた。しっかり固定。任せかい。取っ手の取れるディファール。 IH もディファールか。そんな高機能フライパンはいらないな。バカマシ改造したい気もするんだけど、そろそろ AK とか手に入りそうな予感がするから改造する気が起こらない。改造したと思ったのに、それの上位互換武器登場されてももったいないからね。シアターというだけあって映画館があるのか。このご時世にこんな娯楽があるのはすごいな。 Well, Artyom, I made all the arrangements. We can go to the revolution now. They will let us in through the theater. そうか、それは助かるよ。一通り下見も終わったところだしな。 Hey you, stop! Show me your tickets! なんだこいつ、許可書見せろや的なこと言っているのかな。ははは、バカめ、この門どころが目に入らんか。まあゆっくりは持ってないけどな。ショーってなんだ、映画は見たい気もするけど。これのことかな。おっさんのトークショーならますます見る気もないが。お、違うみたいだな。これは見ていこうかな。ぐへへへへ。一番端のドジっ子可愛かったな。ふへへへへへ。いやー、しかしこういうのもいいな。本当にレッドラインに住んでもいいかもしれない。Sorry, man. Time to move on. You patron of the art. よし、行こうか。長いしすぎると出発できなくなってしまいそうだ。パーベル・イドルヴィッチ。うわ、さっきのこいつらかよ。失望した。もうダメだ、パベル。先に行ってくれ。Helen, no, что? I'm totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm very, very sorry. I'll come back soon. I promise. Yeah, ты, сюди, губу. いや、待て、こいつなら。やっぱなんでもない。取り消し取り消し。Артём?Artyom, looks like you're a good woman, honey. Yeah. Yes, it's a hard life, not a soft. そうは言うけど、さっきのはさすがにきついっす。Anyways, I tell you, we should be going, but let's drink to the fact we are still alive, huh? It's on me, okay? おやおや、とんだビッグサプライズだな。パベル、お前良いやつだな本当に。これからもよろしく頼むぜ。That's great. So, let's drink, Artyom. いただきます。ふわ、хорошо прошло. Smooth stuff, huh? And this is a good place, but home is the best, you know?
You know, I've traveled all over the metro and people talk all kinds of shit about the red line. That it's awful there, there's no food, and we shoot comrades for nothing, and you can't even tell a joke without getting arrested. Wait, let's have another drink. Here goes, Artyom! Wow. So, yes, our life is a bit strict. One party, one leader, one ideology, but we have order. And everything is shared. Food, medicine, fuel, shelter. No rich men, true. But no beggars either. Another drink. And now, to equality. Come on, Artyom. No. Пей до дна. Хорошо прошло. Where was I? Yes. Look at the far stations. They're freaking eat each other. Sell their kids as slaves. It's like the Stone Age. Left to his own devices, a man becomes a beast, you know? Order is all that matters. That's our salvation. So you can believe whatever, but I am red. I am red until the day I die. I drink to order. Come on, Artyom, come on! Bottoms up! Bottoms up! So, my friend, that's how it goes. Don't be mad, Artyom. Just doing my job to protect the red line. And you, Musketeer, are from the wrong side of the barricade. Privates, take this comrade in. Yes, Major, sir. Yes, sir. Nani? Shou sa tte nanzo? Oi, Pavel, dou iu? Uragitta no ka? That was so stupid of me. I bought that talk of friendship. The stupid musketeer saying, just you wait, I will get even. I wonder though, why did Pavel go through the trouble of trapping me? Hey, stop that, bleh! It's just being over enthusiastic, you know? Artyom, look, I think of you as my friend, really. But as a soldier, you understand that I had to follow my orders and bring you here, okay? Now, you're under arrest, but perhaps it's not the end of the line for you. I hope. We, the people of the Red Line, have worked good day, sir. Good day, sir. At ease, товарищ. So, you're doing good here? Are you not? Yes, sir. Comrade Moskvin is here, inspecting the troops, sir. The Secretary General here? What about Comrade Korbo? Yes, sir. Comrade General is here, too. Opa, it's my lucky day, huh? Okay, things are moving faster than we anticipated. Look, Artyom, you're a smart guy, so we understand there is no such thing as coincidence. You are here because we need you and you have information. So, my advice to you, my friend, cooperate. Okay? But don't worry, I got your back. Because we are what? Musketeers! All for one and one for all. But your comrades in the order, their motto is all for us. War is coming, my friend. That bunker you guys found, whoever controls it survives and fuck the rest of us. But we have been preparing for this. And I want you to join us, Artyom. Yeah. とんだ災難だな。こいつが公式刑されるとことかほっとけばよかったよ。これからどうなるのかな。 Good day, Comrade General. Comrade Morozov, I was beginning to think you had not survived your mission. I was captured, Comrade Korbut. This stranger here, saved me. What a coincidence. Visnitsky, you're one of the Spartan Rangers. Do you know this man? Yes, sir.His name is Artyom. Miller trusts him. They found D6 together. He's also earned several commendations since official enlisting with the Order. Well, I am overjoyed to meet you, Comrade Artyom. I think we both have something to offer. Take the comrade to the negotiation room. Young man. Let's just take you to the 4 million cover.
telepathic mutant, the so-called Dark One, is of extreme scientific significance. Tell me all you know about it, and I will allow you to keep your life and your job with the Rangers. But as my spy, an operative, just like those musketeers, one for all and all for... Secretary General Comrade Moskvin. Korbut, I need a moment. And what do we have here? Another enemy of the revolution? Perfect. As you have always noted, Lyonia must start learning how to improve his, people skills. As a matter of fact, we were... Yeah, put away your truth serums. I'll show you a more traditional Red Army method. Faster and more effective. You shit! Spill your guts now! Tell everything you know of D6! Fuck! Still nothing, huh? Take that, bitch! You talk, or I'll fry your balls in pig fat! Passwords? Code names? Operation protocols? What are you doing, Dad? This is called interrogation, Lyonia. Interrogation. Business as usual. What? You never did that playing dolls? No! You little shit! There's no power without blood! There is! Your brother ruled peacefully, and they still love him! Get back here! God damn it! All right. Use your drugs. Use hot pokers. Just get everything out of him, and shoot the bastards! And then come to my office. We must talk. Come back here! Oh, I must agree with Leon. Brutality is a crooked path to information. I believe in science. One injection and you will tell us everything. I need you to go to Venice and take care of the locals who made the delivery. This will not be a cash payment. Understand? Completely, sir. And what about the Dark One? The creature has been located. The details are in this envelope. You will pick up the animal right after you go to Venice. Don't disappoint me this time. I won't, Comrade General. I won't. Fuck Korbut! Fuck my father! And Morozov! And the revolution and my own future! I'd rather be shot and end up like father, killing his own brother! Listen, if you get out of here, just live! Here! Get in there! This is the way to freedom! Believe me, I know. I spent all my time asking for my father in those vents! この人、さっきのヒトラー風ジジイの息子だったっけ。まあいい逃がしてくれるなら逃げちゃうもんね。おう、ありがとう。いやーそれにしてもパベルのクソ野郎め、余計なことしてくれやがって、人間不信だよもう。ここから逃げたら訴えてやろう。軍用弾丸一番発くらい請求できそうだな。これで金持ちだぐへへへへへ。Let's talk about the negotiations in police?あれ、さっきのジジイとマッドサイエンティスト的なやつじゃん。情報機関のトップとか、
例の組織の話だな。ついに奴が動き出したのか。ポーリス、ハンザ、and even the fucking Nazis already know about our plans. The rats will be exterminated, and war is inevitable anyway. Inevitable? I have my doubts. So does the Politburo. A doubtful man is a fearful man. How dare you? You're the head of state security, and you report to me! Yes, but now, when we are one step away from a unified Red Metro, you have no right to disrupt the plan. I have no right? I'm... Moskovin, when you asked me how to deal with your elder brother when he was still the Secretary General, I helped you. And after his tragic death, I backed your takeover. So I suggest you take my advice again. This is unacceptable. It's very simple, Comrade Moskvin. We all stand together, arms linked against the wind. Or it's every man for himself. But, Corbett, is this whole fucking metro truly worth the blood we're going to spill? I have a way of doing it without spilling any blood. No blood, you say? All right. Go do your trick. I'll handle the Politburo. うーん、組織的トップはジジイなんだけど、事実上のトップはマッドサイエンティストな感じなのかな。操り人形と言ってもいいのかもしれない。巨大組織なだけに、何がどうなっているのかそう簡単にわかるものじゃなさそうだ。Advance through the catacombs, then attack from the rear. We should encounter little or no resistance. Then we just have to do a sweep. Attention! Comrade General! Soldiers, you are trusted with an important mission. Each group has its task, and you have been told only what you need to know to succeed. But remember that this operation is top secret, and you must not be taken alive by the enemy. I hope that I am understood. Questions? Can we use radios after we capture the assigned targets? Only in case of emergency, and on a scrambled frequency. If we're faced with strong enemy counterattacks, do we hold the positions or fall back? Hold them. Anyway, the enemy is unlikely to mount an effective counteroffensive. Comrade General, we have been issued a banner along with the other gear, but we were also made to remove all our markings. We will leave no trace of our operation. Only upon victory and receipt of the following signal will you raise your banner over the captured targets. Further questions? No, Comrade General. Good luck, then. Sergeant! Line! バラバラじゃねえか。手の輪置いておいて。敵って誰だ？痕跡を残さないとか最高機密の作戦とかなんなんだ一体。ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート8、その1。Now I am in a real spider-infested catacombs, where the General Secretary Moskvin does not look like the head spider. That title clearly belongs to General Corbett. I sure would like to know what's on his mind. What did Lesniski bring him from D6? What's going to destroy the enemies of the revolution? Only questions and no answers. The only thing that is clear, Pavel has information on the Dark One, which makes him my current target. さてと、レッドラインのクソどもめ、仕返しの時間だぞ。あの子供が逃がしてくれなければどうなっていたことか、考えたくもない。あーこれゆっくりの装備か。よかった戻ってきて。よしよし、これで少し安心だ。また初めからナイフ縛りとかだったら嫌だなぁと思ってたから。これはナイス。いただけるものはすべてもらっていくぜ。マスクはいらんよな。
この鍵付きの箱よくあるけど、どうやって開けるのかさっぱりだ。なんだかたくさん落ちているな。あまりにたくさんあるとボス戦前とかそういうの連想しちゃうよね。このゲームにボスなんかいないだろうけど、どうなのかな？間違えた。こんなことやっていたら行動開始前にバレてしまう。おいたいた。暗くてよく見えないけど間違いなくいるな。サプレッサー使ってもバレそうだし、極力投げナイフか近接戦が良いけど、まあ無理だよな。絶対ドンパチになる。なんだ次元爆弾でも解除してるのか。逃げた方が良いかな。赤は大体アウトなやつじゃね。How long is it gonna take? Almost there. あーこれきっとドカンと行くな。Get off my case. Let me think. Well, I see this is taking forever. So I'll go take a walk in the meantime. こっちに来るのか。まあ投げナイフで仕留めよう。どのくらいの距離でバレるのか見当がつかないな。明るいと圧倒的にバレやすいけど、暗いとどこまで大丈夫なのだろう。確認してよかった。手榴弾投げるところだったぜ。うわびっくり。さすが盲目の兵士だ。今の距離でバレないならバレることないんじゃね。当然周りの兵士も気がつかないだろうし、割とぬるいな。今 AK 手に入れたからこれ持っていこう。さらばバカマジンガンよ。やっぱ改造しなくてよかった。さっさと赤いワイヤーすればいいものを。っていうかこの音バレた音じゃないよな。見つかってることはないと思うのだけど。大丈夫かな。より慎重に行こう。おっとライト、敵がいるな。定期無線があったら適当にでも応答しないとバレそう。返信ないとどうせ偵察部隊とかそういうの送ってくるんでしょ。上から失礼。まだ下にいたのかな。無線も騒がしくなってきてるな。どうしたものか。あ、もしもしアルチョムです。そちらの警備員今片付けているんで問題ないです。はいどうも。激しい音楽だな。ロシアの兵隊はこういうのが好きなのかな。は、げ、し、い、の、が、お、す、き、おえまた AK か。もうあれだね。バカマシの出番終了かな。全く調べたいところがありすぎて困っちゃうよ。おっとこれは、かなりいるんじゃないか。
見張りもダメなだけに上官もダメダメだな。これだけ無能兵ばかり量産できるのも納得できてしまう。照明落としても反応なしだし、一人ずつ倒していこうか。ちびって誰だ？うっとう、脅威の射程距離。奥にもまだまだたくさんいそうなんだよな。まあ投げナイフさえあれば。パッと見で3人、動画だとこんな暗くなってて見にくい。申し訳ないです。それにいつもフル HD で録画しているのだけど、今回からパート11くらいまで HD で録画してしまったから、画質が落ちているという、なんてことだ。どれもこれもこいつらのせいだからな、倍返しだ。左側奥に二人、こっちに一人向かってきてる。その一人をバレずに倒せればいいのだけど。あ、全員倒すことしか頭になかったけど、スルーという手もあるな。というとでも思ったか。おっと雲行きが怪しく、バレたー。おらおら、バレちゃしょうがねえ。そうだよ、ゆっくりがアルテムだよ。お前らを始末しに来たんだぜ。でちょっと待って、当たり強すぎ、死ぬ死ぬ。一人相手に何人でかかってきやがる。そうだ、一人ずつかかってこい。いやー、バカマシと違ってよく安定してる。おっ、なんだ、レーザーサイトか何かかな。赤い光怖い。さらにパシューンとかいう音が聞こえたらさらに怖い。なんだかどこにいるかわかんないけど、とりあえずヒットマーク出るから撃っている感じ。まだレーザーサイトのやつ生きているのか、そこそこ当てた気がするのだけど。奥でまだ動きあるな、残り一人かな。一人と見せかけて、実は複数人いました。バーカとかいう攻撃されても嫌だしな。ゆっくりは油断はしないで。というか、撃っているところに敵がいるかどうかすらわからない。こうなったら近接戦だな。ショットガンでも食らえ。この距離微妙かな。うわ、そっちにいたのかよ。やっぱり一人に見せかけた攻撃してきたな。わかってたのに、わかってたのに畜生。わかってないからそうなるんだよって。あ、そうです、その通りです。よし、BGM 的に考えてもう終わりだろう。結構倒したから死体物色がはかどるな。
この収集作業もなんとかしないといけない。見るのは退屈だけど、実際やってる時はすごい楽しいんですよこれ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート8、その2。はい、前回からの続きです。思っていたのですが、やはり画面が暗いとのことでどうしようか考え中です。画質が悪いというのも関係していると思うので、パート11以降、元の画質でどうなっているか次第で撮り直しも検討します。さて、こっち行きたかったけど、一回で行けなかった。隠し通路的な感じがする。この先は宝の山間違いなしだな。What the hell did they want? Probably the usual shit about safety precautions. As if we didn't sign. What the? We did, so what good is that? One asshole got run over by a crane last week. No, he lost an eye when the cable broke. That was last month. I'm talking last week.まあクレーンに人が惹かれるくらいの安全なのね。はいはい、安全安全。安全なこの基地にゆっくりが来てしまったからには、もう安全じゃないぜ。見張りが何人かいるけど、さすがに投げナイフの射程外な気がするんだよな。お、いなくなっている。さてお得意のステルスキルの出番だな。お得意の。こっから頭打ち抜いても良いんだけど、他のやつに音でバレそう。サイレンサー消音は消音だけど、結構感づかれてしまうからね。ひえ、そうだこの上ライトだ。全く気にしていなかった。これは気がつかないからな。暗くなっても気にならない生活環境なんだろうな。どうしようこれ。貫通できる武器あれば盾から団子三兄弟にできるんだけど、今の手持ち武器じゃ無理だな。よし、こうなったら三兄弟を一気に始末しよう。さらば三兄弟、来世ではザル警備をしないことだな。さてと、これでこの辺一体のものがゆっくりの所有物になったわけだが、弾薬とかカロリーメイトとか手榴弾とか余ってるから、ドロップできないことが増えてきた。さて先に進もう。Why? You don't know about the breach? Sure, I know the place. I served there for a short time. Well, last year there was one hell of an incident. The guy said that when they came to relieve the watch,話し中失礼。後ろからごめんね。まさかバレたのか。無音でやったつもりなんだけど。あー警戒されてるなこれ。なんてこった。っていうか動画これ、真っ暗なんじゃないの。正直、編集してても何が何だかというか、どうしよう。あーそうだ、こうしよう。少しはマシになったかな。むしろ見にくくなった気もするけど、どうしたらいいんだ。誰か、教えてくれー。色調補正、オフ。色調補正、オン。オフ、オン、オフ、オン、オフ、オン。あった方がまだいいか。明るくなるまでオンにしておこう。とは言ってもこの調整もすごい細かいからもうそれはそれは。向こうに明かりがあるな。あっちか。おっと待ち伏せか。待ち伏せ返し、見せてやるぜ。あ、
なんか狙うの難しくね。撃っているところ違うのかな。まあ違うから外れるんだけどさ。思ったよりたくさんいるな。困った困った。わざわざ撃たれに来てくれるなんて、感謝するよレッドラインの勇敢な兵士たちよ。もうクリアかな。もう少し弾消費したい気もするんだけど。さて、この辺で色調補正はオフにしておこう。また物色タイム。もういいやスキップ。最初に戦った戦闘現場に戻ってきました。さっきのところはやっぱり隠し部屋みたいな感じらしい。いややっぱり隠しかどうかは知らないです。マスクだ。つまりそういうことだな。治療か。どうしよう。かなりたくさんいたけど、強行突破するか、可能な限りのステルスするか、悩ましい。ステルスで行くか、っていうか何のチェックだろう、機材かな。本当に異常なしなんだろうな。やっべやっぱりやばい、これ爆発しまして、ヘペロとかやめてよね。第2段階、なんだそれ、変な研究でもしてるのかな。さて、意味ないけど電源落としてしまうか。あれ、バレたかな。セーフか、よかった。っていうかまた暗くね、あれの出番だな。この場所だと違いがかなり実感できるな、驚き。あの兵士とかもろ見えてると思うのだけど、気がつかないふりしてくれているのかな。だとしたら優しい。まあその優しさが命取りなんだけどな、ぐへへへへ。手間ってこれ、かなり囲まれているけど、この状況で見つかるとまずいな。こいつらマジで盲目なんじゃないかと疑うよね。さすがにちょっと無理があるというかなんというか。なんかもういろいろ大丈夫な気がしてきた。触らなきゃセーフみたいな。ほらね、触らなきゃ大丈夫なんだよきっと。わろた。もうダメだろこいつら。消せるものは消しておけばバレないねきっと。あいつもやってしまおうかと思ったけど、無意味な殺傷はやめておこう。死体見つかって警戒されんのもアホらしいし。どのルートがいいのかな。右側にいるやつに意外と見つかりそうな気がする。暗闇だとこいつらあれだけど、明るいと見つけてくるし。偶然落ちた排水路かなこれ。これ使っていこう。ちなみに調整しないとこんな感じ。かなり暗いね。まあ光届いていないから仕方ないと言えば仕方ないけど。このボード本当に役に立つ？行き先教えてくれるとか親切すぎるぜ。音立てちゃったのかな？警戒音の BGM が鳴り始めてしまった。目が悪い分耳が良いのかもしれないな。さて、またまた調整音。あらあら、背後を取ってしまったよ。これ気絶させるの失敗とかあるのかな？それとかカウンターとか。カウンターとか出てきたらそれじゃ肉弾戦ゲームだな。近接では銃よりナイフの方がってセリフもあるし、まあそういうことなんだろう。ここまっすぐ行きたいのだけど、邪魔だな。しかし、横素通りしたいようなしたくないような、でもやってみたいような。あーどうすっかな。あまりグダグダしてられないし。どうしよう。
決めた。やっぱこれでしょ。安定の投げナイフ。投げナイフ最強最強。しかしバレたー。あの悩みは無駄だったんだー。海戦じゃー。皆殺しー。あらおっさん気がついてないのか。こっちだよー。今首貫通してた気がするけど、鋭すぎるだろこのナイフ。やべえ。お、なんか良さげなスコープついてる AK 拾ったぞ。暗視ゴーグル付き、やったぜ。しかしサプレッサー付きの AK も捨てがたいと言っちゃ捨てがたいんだよな。よし、暗視ゴーグルも手に入れたことだし、調整終わり。ていうか殺さずにこのまま逃げ切れるならそうしたいのだけど、どこ行ったらいいんだ。警報も騒がしくなったし、やっぱ倒さないといけないのかな。いやちょっと待ってこいつら何しやがった。なんか巻いただろアホどもめ、余計なことしやがって。絶対味方何人か巻き込んでるよねこれ。こいつらがそんな統一性取れるとは思えない。ていうかどこ行ったらいいんだマジで。敵もゆっくりのこと探し回っているし、早くどうにかしたいところ。あ、これかな。ここまでのご視聴、ありがとうございました。メトロで奔走、パート8、その3。前回からの続きです。さて、レバーを引いて何が起こる？警報が止まっただけか、まあ鬱陶しさがなくなっただけいいか。ってそうじゃないよ。コンパスの行き先に行っているのだけど、道がない。それが問題。下かな。だとしたら戦闘は避けられんか。上から先に倒しておこうか。どうしようか。警備がアホだから、チャンスと言っちゃチャンスだよな。バグってるってわけでもなさそうだし、全滅させるとイベントです。なんて RPG みたいな要素とか、あると思います。よし、そうなったら行動開始だ。上からだと全員にバレるから下からやっつけていこう。ああこういう状態だと攻撃できないのね。え、なになに、また同じネタですかって。いやいや何のことですか、銃声の音で何も聞こえません。ってこっちに階段あったのか。っていうか今の見つかってから逃げるまでの速さ、まるでゴキブリのごとく素早かった気がする。今マスクになんかついてたな。鬱陶しい虫が多いな。さてこいつらをさっさと全滅させなくては。思ったより多くないのかな。そんなに銃弾飛んでこないけど。ショットガンでバシバシやりたいけど、まだ水平2連だからな。相談数とリロードが致命的なのは変わりない。てなわけでこれ、焼夷グレネード。ああ、外してしまったー。ご通な今のやつ、数発撃ったけどまだまだ余裕そう。なんという強化骨格。いや、硬すぎだろさすがに。マグナム弾が決して弱いわけではないのに。お前はあれだ、仮装甲。ゴッドじゃないよペーパーだよ。やっとやったか。しかしこれから今みたいな奴が当たり前になってくると考えると、ステルスもどうなのって感じだな。まあ投げナイフなら一撃なんだろうけどさ。見つかっている時だと蚊の刺す針より弱いくせに、不意打ちだと一撃必殺とかしゃいすぎんだよ投げナイフ。しかも持ち主の元に戻ってくる唯一の武器だし、寂しがり屋なのか、しゃいで寂しがり屋か、そうかそうか、うへへへへへ。さて、見事に敵も全滅させたみたいだし、物色タイム、始まるよ。いや待て、BGM 消えてない。そこにまだいるのか、隠れてないで出てきなさい。また強化骨格か、容赦ねえな。ちなみに今不意打ちのつもりで投げナイフだと思って投げたら、バレてたし焼夷グレネードってオチでした。しかも外すっていうね、まあ倒したし結果オーライ。
さて、今度こそ物色物色。そういや、はじめに思っていた、全滅させるの条件じゃねってやつ違うみたいね。先にどうやったら進めるんだ。ちょっと待って、まさかな、まさか。まあそうだよな、この先なわけないよな。っていうかフィルターがやばい。ふうすっきり、マスクしてるの忘れていたよ。っていうかこのまま彷徨っていてもフィルター切れたら終わりだな。急がんといけないか。いや、やっぱりこの先じゃね。そんな気がしてきた。どうやって行けるのかな。プロペラ止まってるし、ちょっと探してみるか。するだけかよ。何をそんなに迷っていたんだ。あそこを飛び越えるチャンスなんざいくらでもあったろうに。なぜだなぜだ。そしてまたこんな感じか。大量の敵にライト。今度こそステルスでパパッと逃げ切りたいところ。さっきの部屋より多いのかな。ますます全滅させるのが面倒に感じてきた。ちょっと明るいけど、暗闇なら大丈夫ってあのバカ兵士が証明してくれたからな。まあここもビビらず進んでいこう。とは言ったものの、最初から難関なんですが。後にも戻れないか、行くしかないな。ああ、もうやけクソだー。暗くなれー。お、案外大丈夫だったのか。流れ掴んでしまったかもしれない。さっきこの場に二人いたけど、片方戻ってくるかな。二人一組が多いな。まとまられるとステルスキルの難易度が一気に上がるからちょっと大変。こういう時こそ証明をとしたい。うわ、眺め良いなここ。偵察にはもってこいだぜ。やっぱり見張りの数がさっきの部屋より多いか。強化骨格が見当たらないだけよしとしよう。あれ壊しておくか。大一気に暗くなった。あの電球あんな明るいのか。電球壊してなきゃバレてたな。危ない危ない。行き先そっちか。あの電球も壊して、先に進めばこのまま行けそうだ。よしよし、さすが盲目の兵士たち、明るさなんか気にしないよな。こっちか。いえいえ、無事に行けたっぽい。多分ワツのステルス成功だと思う。意外と嬉しい。今の音楽でバレるかヒヤヒヤした。うわ暗いな。敵もいるし、まだこそこそしなくてはいけないのか。持っててよかった暗視サイト。
The station's nearby, with the machine gun, searchlight, your comrades are around. Something rustles in the cobwebs and the sound just freezes blood. Why not burn those webs? We do that all the time. In a couple of weeks, the damn beast had everything covered with that shit again. Damn, they sure are a lot of trouble. Maybe we should just weld the gate shut and be done with it. And what if we have to get to Venice fast? How will we go there? Take a train to Hansa territory? I get it. The only way is to keep that damn watch there. 何の話だろう。雲ってのはきっと光に弱い虫のことだろうな。あの固定機銃とこいつ一気に片付けないと。なんてこった。いやぁ、ノーマークだったのに3発すかしてしまった。死ぬ死ぬ死ぬー。おやおや、これは一体、さようなら。固定機銃、恐るに足らず。使い方が悪いとこうも役に立たないと証明されたな。それかあれかな。水平90度より下向けられないとかいう残念仕様なのかな。まあなんでもいいか、先に急ごう。おっと扉が開く、誰か来るな。いやバレないだろ、電気消したし。てか、やっぱり来た、銃声聞いたのかな。あ、マスクもういいのね。ていうか強化骨格いたよな。Waiting till our backs are turned, then selling shit to Hansa. Either way, the brass better not hear you talking. If you say too much, they'll pin it on you. 銃声聞いたわけじゃなかったのか。しまった、惨状を見られてしまった。くそー、後ろ取ってる間に攻撃すればよかったなー。失敗した。運動するか、相手は硬いぞ。よっしゃ、背後いただき。さすが投げナイフ、強化骨格すら一撃とな。一撃じゃない、知ってる。なんだよあの体勢、初めて見た。瀕死状態ってことなのかな。座りながら銃乱射してやがる。あいつもショットガンだー。やべえ。いや死なねえのかよ。至近距離だぞ。耐性ありすぎ。毎回驚くわ。いやいやいや、いきなり敵のレベルが上がっている。そろそろ武器も強化しないといけないのかな。おっと、あそこに敵がいる。場所は買ってないみたいだな。一気に決めてしまおう。くらえ、ヘッドショット。いや、動くなって、いいところだったのに。今度こそ、なんという神回避。貴様には素晴らしく運があるようだな。運にステータス振りすぎたな。そのスーツ着てこの程度か。この先が、さっき兵士が話してた蜘蛛の巣とかなんとかかな。人間相手も嫌だけど、化け物も嫌だよな。しかも今度はパベルいないから一人だし。何も出てこない。これが逆に怖い。しかもここ、まさに蜘蛛の巣、化け物の巣だよな。
焼夷グレネードか、さっき使ったけど、もう限界まで持ってる。ミュータントって、火に弱いってことかな。まあミュータントって火に弱そうなイメージ。ああこっちか、そろそろ何か出てきても良いんじゃないか。喋ることなくなるからさ、ほら、わかるでしょ。Stay down, or your brain goes splat. Wait a minute. Artyom, is it you? ここまでのご視聴、ありがとうございました。